今日は服部の卒業公演でした。また泣きそう、もうやだなんかさ、正直さ、会えるのよ全然。そう、私たちは卒業公演今日が終わっても会えるし、そう、割とこうすぐ多分会える感じにはなると思うの。だから全然これからもよろしくだし、これからも多分仲良く普通に今まで通りっていう感じにはなるとは思うんですけど、でもなんか服部に関してはなんかすごく、もちろんプライベートもそうなんですけど、 AKB の活動の中でお世話になったことが本当に多すぎて、それこそさ、みんなでも知ってるものをあげると、セブ島のなんかフォトブックのね、ショールームイベントがあった時があって、 2,3 年前ぐらいに、あの時でも結構上位が入れ替わりって感じでめちゃキンキンだったんですよ、戦いが。その時服部も毎日ずっと頑張ってたのに、最後の日にもう私のはいいから、私のはいいから大西に投げてあげてって言って、みんなでこうそれで応援してくれたりとか、これからでももうプライベートでは会えるけど、 AKB の活動の中にもう服部がないんだなと思ったらすごく寂しいです。で、今日服部、今までで大西見た中で一番本当に多かったんですよ、卒業生がこう見学しに来てたのが、っていうぐらい本当にこう人望が厚くて、うん、本当に大好き、本当に服部がすごく大好きです。うん、頑張ろう頑張ろう。もう私んとこはいいんで、皆様のとこにセブ島行こう連れてって、付き添いでキャリーバッグの中、キャリーバッグやめて皆さんも応援ありがとうございました。今別に諦めたわけじゃないですが、他に8メンバーもね頑張っているので、その子たちに頑張ってもらいたいなとも思ってます。ももちゃんとかにタワー投げてきたよ、ありがとうございます。ありがとうございます。では皆様、横山と大西のとこに行ってあげてください、はい、お疲れ様、ゆなちゃんお疲れ、お疲れ様、クランクアップします、ゆなちゃんお疲れ、ゆなちゃんクランクアップします、クランクアップします、ありがとうございました、本当にシェイシェイバイバイ、クランクアップします、ドロンドロンドロン、バイバイドロンドロン、お互いお疲れ様でした。もうね、この期間中でたくさんの方に大西の存在をまた少しでも知っていただけたんじゃないかなと思うので、はい、なるがピアノしてくれてるって言うのが、なんなん、なるに電話できないや、こちらこそ本当に、みんなありがとう、ありがとう、あと4分、じゃあまだだよ、え、まだあとちょっとある、あと4分、あと4分頑張るの、ありがとう、本当にありがとう、あ、待って、カメラの近くに、カメラの近くに聞こえる、ありがとう、すごいすごい、もう寄せて、鳥肌立てて、なんか、なぎ、なぎ、なぎ、お願いします、私今拡散するから、君に分けてあげたい、47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう、何
大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる笑顔のは。お、あと1分切った。本当に皆さんありがとうございました。大丈夫。もうありがとう。本当に。